アカデミー・オブ・ドラマティック・アートで演劇を学んだ。2004年に、ジョニー・デップ主演の、リバティーンで、スクリーンデビュー。翌2005年、プライドと偏見に出演、ウィッカム役で、一役有名となる。他、島模様のパジャマの少年のコトラー・中役、ビクトリア・女王世紀の愛の、プリンス・アルバートク役などが有名。また2015年公開の映画、ヒットマン。 エージェント47では主演を務めた。これまで主に映画に出演してきたが、2012年より人気テレビドラマ、ホームランドに出演。シーズンにはゲスト出演だったが、シーズン3からシーズン6まではレギュラー出演している。2018年には、米、CBS の有料動画配信サービス、CBS オールアクセスで、ストレンジエンジェルに出演。 2019年に放送のシーズン2にも出演した。またコリンファース、キーラナイトレイ出演のショートフィルム、スティーブでは、監督や脚本、プロデュースも務めているほか、イギリスのジャズバンド、カイロス・ヨンテとのアルバム、エブリッシング・ウィー・ホールドに、収録の、リリックス・フォー・ホーム・ツー・ユー、ナ・ロー・ボートマン、ソング・フォー・ザ・オープン・ロード・エル・エスベルズでは、作詞を手掛け、 ソング・フォー・ザ・オープン・ロードのミュージックビデオの監督も務めている。BBC ラジオ4のザ・フィルム・プログラムで007シリーズのキャスティングディレクターを務めるデビー・マクウィリアムズが明かしたところによれば、ルパートは若い頃、ボンド役のスクリーンテストのオファーを受けたが、それを断ったという。ルパート本人は別のインタビューで、007シリーズの大ファンだったため、 まだ大して人生経験も積んでいない自分が演じて、ボンドというキャラクターを台無しにしたくなかったと、話している。2021年3月、ディズニープラスの独占配信作品、ルーカスフィルム最新ドラマシリーズ、オビワンケの帯への出演が発表された。私生活では、2005年から、プライドと偏見で共演した、キーラナイトレイと交際していたが、2010年に破局。 2013年よりパラリンピックにも出場したアスリート、モデル、女優のエイミー・マランスと交際2014年に婚約2016年5月1日に結婚式を挙げた。ありがとうございます。